クローグローバルはアメリカ合衆国のニューヨークを本部とする世界第8位の会計事務所である。ハンガリー出身のホーワス兄弟が1915年に設立したホーワスホーワスを前身とする。ホテルを主とするサービス業界でのコンサルティング業務に特化し、現在その分野はホーワス HTL に継承されている。 1960年には、フォーアスフォーアスインターナショナルとして会計、コンサルティング業務の国際組織展開を開始。もう一つの前進は、1942年に、アメリカのサウスベンドで、フレッド・ピー・クロー・シニアと、クリータス・カイ・チゼックによって設立されたクロー・チゼックである。クローは、セント・ジョセフ軍の監査人として、公開系の経験を数年間積んでいた。チゼックは、 ノートルダム大学会計学科長で、彼もまた公会系の業務でアルバイトをしていた。1952年にクローが亡くなると、チゼックは事務所をクローチゼックカンパニーとして再編し、1962年に6人の創立社員を組織した。以降は税務サービスグループの開設や拠点の新規開設、合併等により拡大し、1989年時点で、 7拠点、職員数427人、年商3560万ドルの規模となった。1991年にクローチゼックは、フォーワスのメンバーファームに加盟した。1995年には、業務収入で国内10位以内となり、現在もグローバルファーム内では最大の規模となっている。提携強化のため、クローチゼックは2008年にクローフォーワスへ解消。 翌2009年には、グローバルファームの名称もクロー・フォーアス・インターナショナルに変更された。さらに2018年5月には、クロー・グローバルへ解消され、フォーアスの名称が消えることとなった。2015年時点で209組織がグローバルファームに加盟する。130カ国以上に752拠点を有し、3万3000人以上の職員が属する。 2015年における収益割合を吹き、日本においては準大手の東洋監査法人がメンバーファームとして加盟し、監査業務を提供している。かつてフォー和スインターナショナルであった時代において、東洋監査法人は2003年3月よりメンバーファームへ加盟していたが、その後提携を解消。2011年1月4日より東洋は武道インターナショナルに加盟した。 入れ替わる形で同月に準大手の優政監査法人がメンバーファームへ加入し、参加の優政アドバイザリー株式会社及びクロー、ホーアスグローバルリスクコンサルティング株式会社とともに優政グループを形成した。優政監査法人は2018年7月に太陽有限責任監査法人へ吸収合併され、 日本での提携先が消滅してしまうことになったが、同時に東洋監査法人がブドとの提携を2018年6月いっぱいで解消し、再びクローと提携することとなった。また2012年5月10日にはアーク監査法人がメンバーファームに加わったが、こちらは2015年1月7日に提携を解消。翌月に提携先をクレストンインターナショナルへ移している。 2018年7月からは、東洋監査法人、税理士法人、渡辺良樹事務所、株式会社キャピタルストラテジー・コンサルティング、株式会社、クロープロク、AA のグループ各法人の総称をクロージャパンと称している。また、コンサルティング業務を提供する日本のメンバーファームとして1988年設立の株式会社桜総合事務所がある。 こちらは1998年6月に、フォーアスへ加盟しており、監査法人よりも個産である。フォーアス HTL ファームズ、ハットニューヨーク、ユナイテッドステーツ、クローフォーアスインターナショナル、ハットクローヒストリー、ハットクローフォーアスインターナショナルアンウンセスネームチェンジ、ハット CH2016、トランザクションレポートファイナル法人概要クロー。 フォーアスインターナショナルについて、ネットワークファームの変更について東洋、監査法人加盟へのお知らせ、国際的会計事務所ネットワークであるクローフォーアス、インターナショナルとの提携解消のお知らせ、クロージャパンの主な法人会社案内。ありがとうございます。